こんばんは、若松無料チャンネルでございます。土曜日の朝8時5分からですかね、 NHK のラジオですけれども、石丸健二郎さんの山カフェっていう、かれこれ2時間くらいの番組なんですけど、やっぱり土曜日の朝っていうこともあっていい番組だね。まあできるだけね、私は聞くようにはしてんですけれども、まあでもとってもやっぱりなんていうのかな、こう真実に近いっていうのかな、まあ飾り気がないっていうのか、素晴らしいね。で今朝はね、でも石丸健二郎さんもすごいよね。ね、なんかこうピアノ弾いたりしたんですけど、いやで初め分かんなくて、誰が弾いてんのかなと思ったらね、まあ石丸さんが弾いておられて、なかなか才能は多彩でございますね。それでね、その番組の中で、その山で聴きたい曲っていうね、山行った時にどういう曲を聴きたいかって、まあ一つの例ですけど、まあサラ・ブライトマンのスタンドアローンとかね、それからナット・キング・コールの、モナリザとかね、やっぱりずっとその音楽を聴いてるとね、なんかこう自然と調和してるって感じですね、音楽がね。だからこう自然の気の流れ、その気の流れと調和してる音楽っていうのがやっぱりなんか一番なんかこう聴きたい音楽なのかなって感じしましたよね。でね、あのいつも何ていうのかな、お客様が来るわけですけど、今日はね、ピアニストの斉藤美香さんですかね。いやでも彼女もすごいね、やっぱりなんていうの、こう自分のそのねピアノとどういうね、なんていうのか、この気持ちで弾いてるかっていうことなんですけれども、なんかね素晴らしいと思ったのはね、そのどんな作品でもね、作家のね思いが込められてるわけですよね、作品には。だからその作家の思いがね込められてる、その思いにね、その敬意を表して、弾くようにしてますと。すごいね。それからそのね、その楽曲にありますよね、その楽曲の世界観というのは当然あるわけですよね。作った方がね、やっぱりいろんな体験とかね、イメージとかいろんな要因の中で、あのエネルギーを注いで作ってきてるわけですから、その楽曲のね、まあ、世界ですね、その楽曲の世界に、ね、少しでも近づきたいという、そういう気持ちで、まあ、ピアノを弾いてますという。いやーすごいね、これは歌なんかも同じだよ ね。やっぱり、ね、もちろんね、こう自分で作詞作曲をして自分で歌うっていうのはね、それはやっぱり自分だから、自分の思いにね、自然になんていうのかな、入っていきますけれども、やっぱりね作詞の方に作詞してもらって、作曲をしてもらってね、アレンジャーの方にアレンジしてもらって、で作品を歌うわけですけども、やっぱりその歌う時にね、やっぱり自分がうまく歌いとか、うまく歌いたいとかね、そういうことではないよね、基本的に。やっぱりその作家が作った、ね、その作品の思いにね、やっぱりまあ敬意を表するという、まあ、ことまでいかなくてもね、その思いを、ね、よく理解して、でその思いを、ね、思いを自分が、まあね、自分なりに、感じて解釈してその歌うっていうね。だからね、そのこの歌が好きだとかね、嫌いだとかさ、歌いやすいとかね、そういうことではないよね。
基本的に一番大事なところはね。だからなんかね、非常にこう、作品をね向き合うときに、ね、どういうことが大事かなっていうね、そういうことをねなんか教えられましたね。私も作品作りをねしていく中で、ね、自分がね作るわけじゃないからね、やっぱり作っていただくわけですから、そういう思いで、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。